店舗のレジに突っ込んだ普通乗用車。周辺にはガラスも散乱しています。今日午前10時半ごろ、新潟市西蒲区牧のホームセンターで店に車が突っ込んだと従業員から警察に通報がありました。車が突っ込んだ先にはレジがありましたが、従業員は別のレジを使用していたため、怪我をした人はいませんでした。車を運転していたのは80代の男性で、アクセルとブレーキを踏み間違えたと話しているということで、警察が事故の原因を詳しく調べています。